スイスのブランドメデラの搾乳機はこれまで世界100カ国以上の医療機関で採用されてきました。メデラのスイングは母乳で赤ちゃんを育てたいと考えるお母様をサポートする製品として、病院グレードの搾乳機をご家庭用にコンパクトにした電動搾乳機です。仕事に復帰する、家事が忙しい、外出などで赤ちゃんと一時的に離れるといったお母様や、赤ちゃんがうまく乳頭に吸い付けない、母乳量を増やしたい、胸の張りや痛みを減らしたいといった悩みを抱えるお母様に最適です。スイングの最大の特徴は、赤ちゃんがおっぱいを吸う時の自然なリズムを忠実に再現した2フェーズ搾乳テクノロジーです。最初は母乳分泌を促すために早く、母乳が流れ始めたらゆっくり深く、これら一連の動きを簡単なボタン操作だけで行えるので、手が疲れる、搾乳に時間がかかるといった課題を解決することができます。またおっぱいを吸引する力をマイナスボタンで弱く、プラスボタンで強く、9段階で調整することができるので、おっぱいへの負担も少なく快適な搾乳が行えます。組み立てはとっても簡単、動作音もとっても静かなので、授乳室や外出先のちょっとした場所でも周りを気にせずに素早く搾乳が行えます。電池、電源コード両方で使え、バッグにすっぽり入るコンパクトサイズなので、職場や外出先に手軽に持っていけます。搾乳した後の母乳は専用の保存ボトルや保存バッグを使えば、冷蔵庫や冷凍庫で保存することができます。スイングの搾乳口に直接装着することもできるので、容器の移し替えといった手間もなく、とっても衛生的です。さらに全授乳期間を通して1種類ワンサイズで対応可能な授乳用品カームを使えば、赤ちゃんが直接授乳で習得した自然な飲み方で搾乳した母乳を飲ませることができます。スイングは育児や家事、職場復帰など何かと忙しいお母様の母乳育児をサポートするコンパクトで高品質な電動搾乳機です。詳しくはホームページや店頭のカタログをご覧ください。カームは新しい授乳ソリューションです。赤ちゃんが直接授乳で習得した哺乳行動をそのまま応用することができ、授乳期間を長くすることにも役立ちます。直接授乳からボトル授乳への切り替え、そして一番重要なことですが、ボトル授乳から直接授乳への切り替えをスムーズに行うことができます。搾乳した母乳は簡単に、そして安全にボトルに入れることができます。全授乳期間を通してワンサイズで対応可能です。マルチ蓋を使うことによりボトルをしっかりと密閉し、持ち運びも衛生的に保つことができます。直接授乳の時と同じように、赤ちゃんが陰圧を作った時だけ母乳が流れます。カームは3つのパーツから構成され、各パーツは簡単に組み立てとお手入れができます。母乳はベースの中央を通って流れます。カームの通気調整システムによりボトルへの通気が確保されます。母乳はこの小さな穴を通って流れます。この仕組みにより赤ちゃんの口の中が母乳でいっぱいになることを防ぎます。母乳は柔らかいシリコーンを通って最終的に赤ちゃんの口の中に届きます。赤ちゃんが吸鉄をしなければ母乳は流れてこないため、赤ちゃんは自分のリズムで母乳を飲むことができます。カームは直接授乳とボトル授乳のスムーズな切り替えを助けます。